カニンデさんがリリースされました。やったー、イエーイ、リリースされたよ、やっとこの日が来ました。やったよ、やったね。ぜひアプリストアからタッタカニンデさんで検索してインストールしてください。概要欄からも飛べます。よろしくお願いします。それでは今からちょっとだけ私もタッタカ忍者さんで遊んでみたいと思います。はい、もらいます。お願いします、お願いします。わー、ではやっていきます。え、ちょっ、私のロゴがもう入ってるの すごいね。かわいいでしょ。こういう感じで入るんだ、すごい。じゃあいきます。てん曲が入ってるはい、スワイプムーブ、音が入ってるの私初めて。そうだね。はい、こうやってコマを取っていきます。で、上って書いてあるのでスワイプジャンプ。え、いいね、音が入ってるのとやっぱ全然違うわ。音大事だよね。大事だよね、うん、ずっと無音でやってたからさ、今まで、うん、はい、スワイプスライドして、丸太も避けます、うん、そう、この丸太とかね、避けるとか、鳥だ、鳥、こだわりポイントが。そうだね。あ、まずクリアです。おー、すごいすごい。あ、ボーナス、ボーナスすっごいついてる。1、あえ、くさくちゃんが、さくちゃんが、さくちゃんが以前プレイしたやつ読んで、うん、で、余裕で越したのはい、ゲームやってみました。私今までデモ版しかそうやってこなかったので、その完成形を今初めてやってすごい感動しました。まず自分のロゴがあること自体が感動じゃない、あれ、うん、ね、ね、そう、あれを皆さんにもね、皆さんのスマホの画面にも、うん、あの表示されるっていうことで、なんかそわそわしますそわそわだってあれよく見たらさ、小判とかさ、ちょっと線はみ出てたりするじゃあ皆さん、ちょっと不器用が出て、そう、しっかり見てもらって、しっかりロゴまでちゃんと見てもらえたら私は嬉しいなって、はめてんなって確認してからスタートボタンを押してもらって、はい。ゲームのそのギミックはやっぱり忍者らしさをずっと考えてきてというか、忍者の知識が今までなかったから、いろいろ忍者の術とか調べて、あ、こういう術あったらその操作してて楽しいだろうなとか面白いだろうなっていうのを、まあ、考えながらいろいろアイデア出してきたので、皆さんにも今私がプレイしたもの以外にもギミックたくさんあるので、それをぜひ体感してほしいなって思います。はい、ということで皆さんぜひタッタカ忍者さんの全クリ目指してプレイしてみてください。全クリできたらぜひ X の方でハッシュタグタカ忍をつけて全クリしたようなポストをしていただけると嬉しいです。私も見るのでよろしくお願いします。ということで、タッタカ忍者さん、略してタカ忍を皆さんぜひインストールしてプレイしてください。よろしくお願いします。